毎度でございます。さあ、いよいよ空いてる、ここか。あ、もう端末空いてる。うちに帰ろう。あれ、思ったより早いですね。お家に帰る。空いてる。なんなん、ちょっと不器用なモンスターみたいな喋り方やな。はい、お願いします。ちょっと思ってたんとちゃうかったね。空いてるにたどり着くのにもうちょっとダンジョンかなんかあんないと思ってたら、意外にあっさり空いてる入手できました。ガイアプライムの元へ戻りましょう。アーロイ、写し絵に変化が。お、どうした、デッカちゃん。天のお言葉がはっきりと聞こえる。なんだって？あ、ホワイトハウスだ。おそらくこれが族長の見た写し絵でしょう。ホワイトハウス？樹海にある写し絵が一変した。これなどは見たこともない。ホワイトハウスですね。もしやすべてあなた。多分。写し絵が変わった。みんな来たわ。族長を決意させた写し絵、新たな古のものの記録か。どうぞどうぞっていう。人類は再び一つになりました。戦争で起こった悲劇を受け、希望を持つよう若いの盾役者であるアンファラデイが国民に対し訴えました。ちょっと待って、右から2番目ミノモンタさんじゃない？想像してみると恐怖を覚えます。だな、今ミノモンタさんが機械を相手にする戦争。どういうこと？水と食料資源の不足。やばい、話が入ってこない。ちょっとミノモンタさんが気になりすぎて。ほら、あ、ほらほら、真の勇気は攻撃や分断からではなく、これ誰なんやろな、ファラデイ。調和から生まれるものです。ちょっと思うところがあったようですね。今平和維持活動を先導している勇気ある人々、誇らしい彼ら勇士たちの姿を見て、私の信念はより強くなりました。水道局だけじゃなかったな。皆が一致団結すればこんな活動もしてたんだ。脅威であっても乗り越えられると。族長、共に戦いましょう。信念のもと、誰一人苦しまずに済む飢えや戦争のない世界を。めちゃめちゃミノモンタだよな。軽くビシッと、ワクさんが言ってたやろ、オードルで。軽くビシッと。雪乃さんにな、雪乃さんに教えてたんですよ、敬礼の仕方を。もうちょっとこうだ、軽くビシッとなんての。よかったな、一つになったじゃん、テナーツ。ご命令を、司令殿。あ？俺も共に戦う。え、マジで？それだとヘカーロが。お前のおかげで勇士も増えた。来るのか。そしてこの完成、部族が一つにまとまった。うん。だから俺はお前の任務に参加する。マジか。仲間が増えたわ。残りの人生かけてな。ありがとう。もう決めたことだ。いや、コタールは正直石腕ですけど、めちゃめちゃ強いからな。仲間が一人増えたんだ。ゾウ、ゾウに丘で彼と合流して案内してやってくれるか。任せておいて。フォーカス上げなかな、コタールにも。北の平原の西にある山を目指せ。私の友人がお前を待ってる。そんなざっくりとした説明でつくの？お前の友人？面白くなりそうだ。分かったわ、納得したのか。機械獣に乗れなかったらどうやって行くんやろうな。それじゃあ結構な距離移動せなあかんだよ。保存したことでホログラムにも影響があったみたいだ。調べてみよう。とりあえずガイアに帰ろう。ああ、やっと着いたわ。ちょっと正直この辺にキャンプファイヤー置いてほしいよな。前に置いてほしいわ、焚き火。遠いね、
焚き火から移動が。さあアイテルをいよいよガイアに挿入タイムでございます。来てる？来てないの？まだ。そんなに力を入れなくても平気だよ。めっちゃ練習してるやん。軽く触るんだ。頑張れお前。ぶっと指じゃ軽く触るなんて無理だ。手袋脱げます。戻して。脱いでいいよ手袋。右だ。おお。そっちじゃない。分かってんのかな。見えたぞ。アーロイが北で見つけたこれだ。お。コンカッションビートパーティーとかなんとか言うんだっけかな。何いい音急にノリノリ楽曲が。アロイエレンド来てた。何の歌いなの？日本語っぽかったな。助かるよ。我らが救世主様が困ってるって言われちゃうな。当然来るだろう。まだまだ学ぶことはたくさんあるけどな。すぐにってわけにはいかないよ。たとえ時間がかかったとしても種はいつか芽吹く。もういいこと言う。さすが友達のテナークスが来たわ。お、マジで？コタアロか。あいつら人の血を飲むんだな。寝込みを壊れそうだ。吸血鬼みたい。あいつはもう十分血を見たさ。確かに部屋に案内しておいた。一人になれば。バールは一緒にいたからな、階段の時。みんな本当にいろいろありがとう。私はこれをガイアに。うん。じゃあ俺たちは勉強を続けるよ。そうね。夢にまで記号が出てきやがる。私はあなたがブラブラしている間、ガイアと一緒に大地の神について調べていたの。うん。私からすればあなたこそ勉強が足りないわ。ついてきて。おい。俺はその。わかった。まあ、イチャイチャしとんな。大丈夫かエレンド。謎の合図を送り合う二人。おもろいな。あ、なんか仲間と喋ることがあるっぽいですね。エレンド話そう。いや、どうだい？いや、いい場所だな。私が作ったわけじゃないけど。まあ。いや、なんかアーロイ、エレンドとためらった気持ちもわかる。いいムードありますよね。正直大事だしな。でも心配すんな。俺に任せとけって。ああ。お、いろいろあろう。今の状態。バールにフォーカスをもらったんだな。俺がつけてもお前みたいに似合わないけどな。ずっとつけてるから。あれ。実はすげえ代物だな。イニシエの世界の終焉とかいろんなことがわかる。まだ理解が追いついちゃいないけど、ウォーリーのこと思い出せよ。お前は三王国で俺の姉貴をどうして探し出すことができたのか。そうね、それもありましたね。分かった気がする。なんとなくな。俺でも物知りになれるだろ。時間はかかるけれど、まあ頑張れ仲間。もう慣れたか。バールが施設を紹介してくれてるよ。言葉に詰まってないときはな。あいつガイアかウタルの新入り女がいるとすぐに孫つきやがんだ。ヴァンガードは大丈夫か？お前がここにいたら指示を出せないだろう。メリディアンには伝令を送っておいた。救世主の手伝いをしてるんだから、アバードも文句は言わんだろうさ。もうアバードにそれ言ったら報告をまめにしろって言いそうですけどね。ところで、あのテナークスにも会ったんだろ？あいつ、無口だな。そうね、血の気の多いイカれた部族かと思ってたが、うん、噂と真実は違うものだ。そうですよ。お前の仲間なら俺も信用するぜ。うん、そうしてくれ。もう行かないと。じゃあ俺は学習を続けろ。うん、頑張れよ。よし、じゃあガヤのとこ行こうか。もうそこのイチャイチャカップルの話なんか聞いてられへんよな。どうせなんかもうイチャイチャするに決まってるんだから。よし、久しぶり。おかえりなさい、アーロイ。ただいま。準備ができたらアイテルを融合してください。了解です。アイテルはね、意外に素直だったから。大事な話があります。なんでもう大事な話があるとか匂わさないの。すぐ言って。匂わし嫌いです。めっちゃ賢くなった。どうする？すごい
早口になった嫌やな。アイテルを吸収したことで。それで話があるんだって。不在中、エレウシス専用の周波で奇妙な通信を。エレウシスって副次機能？エレウシス。前は検知できなかった副次機能のことか。そうです。通信速度が遅かったので、初めはバックグラウンドの予期せぬデータ程度にしか思いませんでした。うん。ただその不規則性に気づき、時間をかけメッセージを解析しました。うん。なんだこれは。SOS やって。警戒を。どこを指してる？この施設から北西に位置する山です。エレウシスが助けを求めてるってことかな。気をつけて。通信が本物の可能性はあります。あ、偽物の可能性もあるってことか。エレウシス以外の何かによって送られた可能性もあるのです。エレウシスじゃないってことか。それはわかりません。あいつらかな。S って。イニシエの暗号の。知らないのか。SOS。助けを求める。モールス信号ぐらいでしか言わないもんな。なぜエレウシスはお互いしか通信できない周波数をわざわざ暗号で送ったんだ。おそらく検知されないための予防措置だったのでしょう。もしくは検知されたくないということを伝えようとしているのでは。なるほど。ただわからないのは、なぜエレウシスがこの救難信号に私が応答できると思ったのかということです。確かに私はこの通り不完全なのですから。そうか。じゃあエレウシスがこの信号をガイアがいると信じて送ったか。サイレンス。誰かがエレウシスではないだろうしな。私たちをおびき出そうとしているか。私の結論も同じです。それか。ゼビスの連中がおびき出そうとしてる罠なのかもしれないわけですね。送信源を調べるよ。たった一人でか。ダメだね。フォーカスを開始して、エレンドとバールにも状況を共有しました。なるほど。ガイアがやったのか。私もあなた一人で調べるべきではないと思います。まあね。どうする？もちろん可能性はある。捕まったら終わりやからな。でも本当にエレウシスの他のメンバーには助けてもらわれへんよ。連れてこないと。どう考えても。心配ない。無理はしないから。俺たちも行く。わかった。準備をしてこい。西の出口で待ってる。装備を改良してきてもいい。わかりました。まあ、あいつらどうやったって倒せないもんな。バリアがある限りは。なんとか倒せる方法。物理で殴るでもダメやろうしな。弓矢が効かないんだったら。行こうか。来た来た。もう行けるか。うん、大丈夫。行きましょう。さあ行こう。いいね。百戦錬磨の三人組が未知の世界に挑む。ワクワクしてきたぜ。なんだろう、エレンド舐めてんな。絶対舐めてるやろ。うわ、すごいとこ登ってる。これエレンド大丈夫？救難信号を送るなら険しい山のてっぺんじゃなくてもいいだろう。エレンド体重そうやからダメじゃないそれ。落ちへん。舐めてた罰ですね。あ、なんだビーム兵器っぽい音が。いきなり。あれゼニスのやつじゃない。あの知らない人だ。害虫が逆賊。おお、すごい。なんだあの武器は。バリア張ってますね。お、なんだそれ。無理やったよそれ。いかんぞ。ちょっと何。あ、すごい。ああ、バリア取れたで。バリアが解除されました。ああいうチームの。それなんだ。向いてる。あるある。死んだわ今ので。何今の。コッパみじんだな。なんなんやろ。
バリアを解除したな。逆賊が。なんでそんなことをしてる。サイレンスか。わかった。それ以外ないよね。私たちはあいつらを。まずはあのゼニスだ。うん。気になります。ちょっと調べに行きましょう。ゼニスは思った以上にいるみたいだな。この間の4人だけじゃないと思う。あんな奴らと戦ったのかよ。死ぬところだった。いやマジで死にかけたから危なかったもんな。逆賊が何かしたことでシールドが解除された。なんやろな。なぜこいつはここに。最後の通信ファイルにアクセスしてフォーカスで周辺もスキャンしておこう。あのゼニスが持ってたヤバい武器は何だ。思い通りに出したり消したりできるみたいだ。そうね、なくなってんな。今は消えてるけど。うん、まあ調べてこい。ここで待ってる。はい、調べよう。なんだ、あ、スペクターだ。倒したんだスペクター。すごいな、やるじゃん逆賊。スペクターへの指示内容は資産の回収支援。資産とは何なんだ。副次機能じゃないのかな。きっとそうですよね。ひでえな。いやお前一歩も歩いてないやんけ。ちょっと周り調べるとかしろよお前。なんやろな。お、ウサギだ。はい、右足が。おお、いっぱいいるウサギが。したいやわ。オセラムがフォーカスを。あれ、オセラムぞこれ。武器のデータをどこかに送っていたみたいだ。オセラム族なの？でも下で戦ってたのってテナークスの逆族ですよね。使い方を調べるのは。マスクがな。こいつの熱が冷めてからだな。熱いのか、触れないんだ。どうすんねん、寒そうやけど。冷めてからだ言うけど、すでに寒そうですけどね。あ、まだなんかあるな。寝袋みたいな。何？逆賊はしばらくここで野営していた。あたりを監視していたのか。よし、ここで何があったかは大丈夫。なんで来ると思ってたってこと？ところに戻ろう。じゃあ逆賊が巻いた罠ってこと？ウサギ、ウサギ、よし。初ウサギですね。後で保管庫から手に入れよう。ウサギ素材欲しい。よし。そんで見えぬものを見るお方、何がわかった？襲撃は入念に計画されたものだ。ぽいですね。上で野営装備を見つけた。逆賊は少なくとも数日ここで張っていたみたいだ。ゼニスが現れるのを待ってたんだろう。あの武器を試すためだ。あー、なるほど、そういうことか。あの武器には何か仕掛けがあるはず。無敵のシールドをなぜか解除できてたんだ。うん。オセラムがデータをどこかに送っていたことを考えると多分ただの試作品だろう。絶対サイレンスじゃん。そういう鍛冶師もいるな。完成品を使う前の試運転ってやつだよ。いるね。でもまだ未完成みたいだな。爆発したし。ゼニスはここで何かを探していたみたいだ。ドローンには資産というものの回収が指示されていた。ドローンって言うねんな、スペクターのこと。ここにある副次機能ってやつか。エレウスぞ。わからない。よし、バールに知らせよう。よし、バールのとこ行きましょう。バールは何を見てんの？あ、なんか穴があるじゃん。なんだこれ、洞窟ではないな、これ。掘った穴ですね。地球防衛軍とかでよく見るやつやな、これ。アリが出てくるやつじゃん。下にクモがいっぱいいると思います。かなり強力なもので掘ったみたいだ。逆賊にあれかな、モグラの機械銃かな。この間もいたな。それが何であれ、下に降りればきっと見つかる。なるほど。じゃ降りてみるか。エレンド、ここに残って見張りを。
ゼニスは他にもいるはずだからな。まあ、そうね、後ろから来られるとやばいっすからね。ちゃんと見張っといてくれな。フォーカスで知らせろ。よっしゃ、こっちの方は任せておけ。任したぞ。行こう。オッケー。ということで、また続きは次回やっていきたいと思います。この地下には一体何が待っているのか、こうご期待。バイバイ。あなたはコーラで、私はウーロンチャット。最近の自動販売機すげえな。世界最古の自販機は古代エジプトの聖水自販機なんだって。そんな昔からあるのか。紀元前215年頃には寺院に置いてあったらしいわよ。へえ。お、来た来た。でかすぎん？本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひポチリよろしくお願いします。感想コメントもお待ちしております。